前みーちゃんよかったよ。あたしはてっきりみーちゃんだと思って、みーちゃんじゃないな。タコにも会えなかったしな先週はな。でもみーちゃん可愛かったな。今週もみーちゃんに会えるかな。みーちゃん呼んだ。みーちゃん呼んだ。おめえ誰だ。みーちゃんです。ザクいいチーンでした。ここにマスターソードがあれば切りつけてやったのに。雑なみーちゃんですよ。すっごいベリベリ言ってる。ちょっとカメラに映してやりなさいよ、そのみーちゃん。あ、撮っちゃったよ。撮ってていいけど、何をつけてたのか、ちょっとそのみーちゃんのアイデンティティを見せてあげなさいよ。わかるかな、これでもわかんないよね。本当にわかるでしょ、みーちゃん裏透けるんですよ。こんなに透けるんですよ、裏側が。こんなに透けるっていうことはですね、緑色の養生テープバンバンで頭に貼り付けてたっていう。これだったらわかる。そうね、すごいですよ。頭に養生テープ貼るセンスすごい。俺は感動したよ。舞台役者あるあるです。舞台役者でも養生テープ当たらない。貼らなかろう。髪だから大丈夫、皮膚直じゃないから。あ、うっすら髪で守ってるから。そうそう、空間があるんだ。うん、紙に貼ってただけだから大丈夫。お肌弱いのに。そんな、うっすらって言うな。いや、短く刈ってるでしょ。あ、はい。長いとだってさ、張り付いちゃってビーってなる。そう短いからこうね、うん、先っちょに乗っかっていい感じで、うん、そういうことですよ、ちょうどですよ、ね、晴れてるっていう。だからベタ付けしてないから逆に、あ、大丈夫、あの抜けてない。抜けてないよかったよかった。大事髪の毛大事よ。はい、うん。さあ、というわけで、はい、やってまいりました NGC ゼロゼルダの伝説スカイウォードソード HD 生放送第2回。はい、皆さんお待たせいたしました。毎週水曜日のお楽しみの時間でございます。1週間経ちましたよ。はい、あれから1週間、1週間経ったうちにオリンピックが始まったりとかいろいろありましたけども。ありました、そういえば。そうですね。そうなんですよ、はい、どうも、おきつさんです。はい、おきつさんです。さあ、夏真っ盛りですけど、おきさん大丈夫ですか、体は。真っ盛か真っ盛してる。夏真っ盛か。おお、大丈夫かな。おー、あー、そうですね、あなたは夏関係なさそうですね、はい、あのできるだけね、うん、夜にしか出歩かないようにしてるんで。お、不審者。よ、不審者。不審者じゃないけど。不審者じゃないけど。不審者。はい、この間あれを、はいはい、この仕事終わって外出たら、うんうん、ガードレールの隙間におじさんがこうやって寝てたよ。あの、会社帰りのおじさんがもう気持ちよさそうに寝てた。何時ぐらいそれ。1時とかじゃない。え、12時か1時か。死んじゃうよ。いや、気持ちよかったんだよね、外。野宿するにはもってこいな気候だから今。そうかもしれんけどさ、深夜徘徊ダメ絶対。それ拾ったんですか。拾わないよ、何。大丈夫ですかって声かけたけど、むにゃむにゃって言ってたから。ひげを剃るおじさんを拾う。だいぶ隙間だったから大丈夫だ。あ、なるほどね。車にはねられることもなかろう。あ、でも確かに秋葉でも、うん、でも11月とかだったから、いや、さすがにやべえと思って俺通報したけど。あ、11月はそうね、通報した方がいいね。え、酔っ払ってた、なんか脇にいるけど、うん、この人大丈夫かなみたいな。大丈夫でしょう、うん、で交番に言いに行きましたよ。えらい、あそこでなんか寝てるんでちょっと見てあげてくださいっつってね。あんまり気温が下がるようだったよ、ね、あ、そう助けに行っとかないと、うん、もしでもこのおじさんも捨てられたんだろうなと思って。捨てられたってなんだよ。捨てられちゃいないじゃん。あんなとこにこんなスーって入って寝ないもん。
いや、なんか割とさ、なんつうの、あの端っこ好きな人いるじゃん、隅っこっていうか。それにしたって、うん、だって表紙表紙機と、うん、あ、標識で合ってんだっけ、標識、看板、標識、看板用の、うんうん、交通標識、うん、はいはいはい、とそのガードレールのこの隙間よ、うん、この隙間に入って、こう、それすげえな、歩道側は標識、車道側はガードレールで守られてこうやってねちょうど挟まってるから車に轢かれたりはしないだろうけど、うん、そう しないし踏まれることもないし、うん、ただこの熱波のなんだ夜に寝てると、うん、普通に体壊すからな。いや別に熱波じゃなくてもね、うん、外で寝ない方がいいよ、まあ、ね、解放してあげたら恩返し来るかもよって。無理無理無理、すぐ帰んないけど、ね、まあね、無理無理無理、うん、はい、顔色も良かったし大丈夫だろう。顔色が良かったんだ。顔色悪かったりね、うーってなってたらあれだけど、ネゲロとか入っちゃったらやばいわね。むにゃむにゃってしてたから大丈夫だ。あ、じゃあ大丈夫ですね、うんうん、はい。じゃあ、何の話やね、おじさんが、おじさんは拾わなかったということで、はい、今日は、はい、何かを拾うかもしれない、今日は、うん、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾うブルーレイ第2巻の発売日でございますよろしく、さゆちゃん、よろしく。さゆちゃんは拾った。はい、よろしく。よろしく。よろしく。いろいろ宣伝ものがいっぱいありますんでね。よろしく。はい。うん、さてさて、はい、じゃあですね、今日もやっていくんですけども、スカイウォードソード HD。みーちゃんに会いに行こう。そう、え、みーちゃんがね。みーちゃんに会いに行こうよ。会いに行かなきゃいけないんで、さっき会ったけどね。あれはみーちゃんじゃない。なんで？あれはみーちゃんじゃないよ。みーちゃんじゃん。僕の中のみーちゃんはあんなんじゃないよ。この今見てる視聴者さんの中で一人ぐらいはあれ欲しいって人いますよ、うん、あれ家一家に一台って1台一匹、うん、拾って帰っていいよ誰本当に欲しい人いたら拾って帰ってよあのみーちゃん働くから炊事洗濯何でもするから、あのみーちゃん、あの洗濯物干すのは苦手です。洗濯僕は乾燥機付きのドラム式をあの、はい、お買い求めいただいて、はい、あのうちはそれでやってます。大丈夫大丈夫。カレーだけは作ってほしいって言われた。カレーだけは作る。あ、俺江戸カレーを作ってくれればいいってことじゃない、あれでもな、毎日カレーなんか食ってたら胸焼けしますから。いや、きついね。いくら野菜がいっぱいでもカレーはカレーです。いくらね、はい、うん、はい、まあ、ということでみーちゃんが出てくるのかも含めて、うん、一応先週ね、まあ、始まりまして、うん、まあ、プロローグ的になんか騎士学校に入って剣術使用、そうそう、ちょっとね剣を振らせてもらったりとかしたんですけれども、うん、なんとゼルダが、うん、姫様じゃないのか今回は、ゼルダが、うん、ゼルダがあんな、うん、リンク好き好きフラグを立てるだけ立てて消えてしまいました。消えてしまいましたね。パラショールもらってなんかね、パラシュートできるようになったのに。そうだ、ふわっと落ちられるようになった。そう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 、はい、それで実質だっけなにいる状態から始まるはずです。はいはい。さて、どんな冒険が今日から多分、本格的な冒険になると思いますので、よし、はい、おきさん頑張ってください。よろしくお願いいたします。皆さんもね、はい、たくさん見てください。ではゲーム画面いきましょう、どうぞ。はい、スイッチ版のね、この間発売したばっかりです。ね、2週連続で確かね売り上げトップでしたからな。すごい、うん、さすがですね、やっぱりね。始めるぞい。はい、ぞい。おきつさんが2個あるぞい。オートセーブが1時間42分でいくぞい。オートセーブが、そっか、後から入っちゃったのか。じゃあ、いや、オートセーブじゃない方がいいかな。うぞ、多分ね、オートセーブはね、放送、あれ、あ、いや、だって30分以上あるよ。ああ、そっか、あ、逆にオートセーブじゃなきゃダメだ、うん、オートセーブじゃないとお部屋じゃないから、ね、はい、です、ごめんなさい。お部屋行きます、はい、はい、騎士学校、夢に出てきた謎の少女を追いかける。おー、ジャイロ、これリセット1回した方がいいかな。あ、1回、いいんですよね。あ、はいはい、オッケー。で、始める。これは明らかになんか、これ何この3つのマーク。まあ、おきさんゼルダ久しぶりだから一応言うと大体、うん、あ、武器とかだ。何かが集まっていってのやつですね。こことここに何かが来るんだな。どんどん集まっていくだと思います。とりあえず始める、はい、剣を持ったから剣のとこに手がついてるんだな。そう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 、うん、後ろにね剣背負ってますから。さあ、騎士学校の自宅、はい、木彫りのねあれとか置いてある。座ったとこで終わったんですよ。はい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 、ね、うん、お眠だったんでね。お眠だったんでね。
じゃあ行きましょう。行きましょう。特に何かあるかな。お、あれ誰かが毎日ゴルピー置いといてくれるのかい。お小遣いが入ってるのかな。この騎士学校お小遣い制なのか。うん、よし、まあまあないだろう多分ね。じゃあ出ましょう。さあ実質から出た。誰、いきなりだな。怪しいオーラをまとっているぞ。なんだこれ。あいつこの世のものではない雰囲気がプンプン漂ってるぞ。行くかい。一応、おーい、逃げる。逃げていくよ。まるでついてこいと言っているかのようだ。だね。ついて行ってみっか。ついてみダッシュで。あ、外に出ろと。あー、抜けてった。本当にそこ行くのかな。じゃあついて行ってみる。はい。臭いから近寄らないでってどういうことよ。なんで臭いんだよ。なんで臭いんだよ。なんで臭いんだよ。気絶してたから風呂入ってないってことか。ついて行ってみよう。うん。夜ですね。さあスタミナの実があって、頑張りゲージが。頑張りゲージがちょっと回復するんじゃない、うん。で、ああ、そっち？無理よ。あ、行けんだ。お、洞窟の方行くのかな。ってこと？あ、お、ここジャンプできれば。ジャンプなんかしなかった。うん、あ、あ、みーちゃん！なんでこんなとこみーちゃんいんの？完全に俺みーちゃんじゃん。ケツの穴みーちゃん。やめなさい。え？わーい！みーちゃんじゃなーい！暴れみーちゃん。ちょっと戦うしかないのか。待って戦える？え、これ切っていいんか？わからん。切るよ。それか逃げるかだよな。あれ？いやでも、ん？賞金戻った？戻った？持つ？投げ？え？暴れみーちゃんを。暴れみーちゃんだね。暴れみーちゃん連れて行けばいいってこと。な、え。え、ちょっと予想外の展開すぎて俺もわからんな。暴れみーちゃん、あ、なんかいる、なんかいる、危ない危ない。それみーちゃん、みーちゃんほっといて、振りほどいて、振りほどいて、振りほどく、うん。いや、いや、はい。あ、あ、あ、合体しちゃう。あ、なるほどね。回転技合体する前に、あ、宝箱。え、みーちゃんは、みーちゃんはてててて、ルピー、ルピーはいいんだけど、みーちゃんどこ行った。あれ、みーちゃん、上にいる。みーちゃん、みーちゃん、ちょっと、あ、いたいたいた。あ、いるいるいる。あれ、また攻撃してくる。じゃあこれ、やっぱり、あれかな。上ほっといていいのかな。あ、え、え、なに、みーちゃん飛べんの。マジか。マジか。みーちゃん、それ耳羽なんだ。やっぱりちょん、ちょんちょんじゃん、こいつ。中国の妖怪の。ミミ、わー、ミミミーちゃん。もう捕まえられる。もう捕まえられるね。これなんでミーちゃん。わかんない。行けるとこまで持ってこうぜ。あ、あ、いるいる。そっちから行けなくない？そっちから行けないんだ。ミーちゃん持っていけないかも。ミーちゃん持っていけないか、これだと。投げられるよ。投げることはできるね。ただ、届かないでしょ。あれ？それ多分、もう一個上？うん、違う。あ、ここ、あー、なるほど。なので、みーちゃんはもう、しょうがないね。また襲ってくるけど。割と食らうな。これで、はい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 。これで、ちゃんとね、飛び移るでね。よっ、飛び移るどころか、左スティックで。あ、そうか、ここはまだ、そうか、飛び移るじゃないのか。飛び移って落ちるの怖いからね。うん。あ、ちょんちょん、中国じゃねえのか。南米のやつか。ほい。はい、これで素早く振れば素早くいける、ね、うん、なんか鳥がいるな。違う、コウモリだ。はい、お、すっげえ吹っ飛んだな。あー、ルピー出た。コルピー、1ルピー、1ルピー、緑は1ルピー、まだいる、うん、大丈夫。あれ、ロックオンなかったっけ。あるよ、あるよね。あー、かくなった。食らってる、食らってる。待て、坂ダメ。縦切りで、うん、縦切りは疲れるんじゃ。縦切りは疲れるんじゃ。疲れるのか。疲れるんじゃ。なるほどね、なるほどね。ショウって来た。足まう、うん、これは普通にあれか、ダッシュで駆け抜けていけばポーンっつって、よいしょ、うん、うん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 、よいしょ。なんかどんどん誘われて、あ、体力ある。OKOKOK、うん、くれくれ。だいぶ減ってんな。だいぶね、みーちゃんにやられた。そういう時ほとんどみーちゃんにやられた。ほらやめろ、先に抜いとかないとね。
あれ何これ、ああ素材か、ブヨブヨの素材ですね。はいはいはい、ブヨブヨの素材、ブヨブヨの何にでもなるブヨブヨの素材。なるほど、ういういとこリアルスタミナを消費するからね、うい剣を振り続けると。ういどこここ、ちょっとだいぶ高いところに連れてかれそうですですね。ん怪しい、まあ気持ちはわかるおおイベントです。横に振るのは楽なの。なるほどね。おクリスタルガール、おお、え伝説のクリスタルガール、伝説のクリスタルっぽいね。あーあ、いた洞窟だ。うん、祠的なってこと。え、女神像じゃない。女神像だね。女神像のお尻には穴がありました。お尻じゃなくねえか、これお尻なの、裏側なのこれ。後ろには、後ろね行くよ。いいよ。ん、女神像内部、いきなりやな。な、なに、なに、あ、え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 、なに、明らかになんかある。あ、マスターソードじゃん。明らかになんかある、これ。うん、これマスターソードじゃん、これあるね。知らんけど、見たことないけどマスターソードムービーです。これが伝説の、これは明らかに夢で見た。うん、こんばんは、これが私です。なんなのこの子。あ、喋った。お待ち申し上げて いました。我が創造主より選ばれし運命のお方、選ばれました。選ばれたね。ファイ、それが私に与えられしな、はい、時の向こう、遥かな過去から大いなる使命を背負いし、あなたのために。え、うん、遥か過去から、え、どういうこと。ファイはそのためだけに作られた存在なのです。はあ、また複雑な生い立ち、うん、どうぞこの剣をその手に。我が創造主に選ばれしお方、お吉さん。はい、選ばれたの。まあ、選ばれちゃったらしょうがないね不可解な夢、私という突然の存在、親しい人物の安否が知れない状況。ほう、もう大変よ、うん、寝てる場合じゃない、うん、現状を分析すればあなたのその反応も無理はありません。あなたが怪しいと思ってますよ君が連れ去ったんだろう。ではファイから進言をいたしましょう。自分のことを名前で呼ぶ人この進言はあなたの気持ちを変化させる可能性の高いものです。何それ、気持ち。あなたの探すお方、おゼルダ様の命は失われていません。なんで知ってんだ。そうだよね、なんで知ってんだ。よかったけど、あの巫女もゼルダ様もあなたと同じく大いなる使命を託されし定めのお方。あの巫女とは、あの巫女ゆえにあなたが巫女との再会を望まれるならば、あなたはこの剣を手にするべきです。ほう、ゼルダじゃないってことですか。あの巫女、巫女、巫女、え、でもゼルダも巫女なんじゃないの。昔の巫女ってことですか、うん、わざわざだって違う人だって言ってるからね。いかがですか、お気持ちに変化。僕は過去から来た男ってことですか。ってこと、え、言い換えたかったけ。どう、それ以上のことは不要と判断します考えるな。なるほど、命に従い、その手で剣を抜き天に掲げてくる有無を言わせんじゃないか。有無を言わせないね。これで抜かなければ、うん、もうお岸の冒険は終わりですから。じゃあ今日はここまでということでなんかあるけど選ぶ、お、あ、いや触れないのかまだ。まあイベント的なこと言うんだったら、まあ剣取ってからだろうねやめてください、相当重要なものっぽいけどマーク出てるからさ。まあ確かにね。抜くしかないね。抜きますか。まあゼルダといえば刺さってる剣といえばね、テケ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 テ、構える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 、ん、くるくる回すってなってる。お、下に向けるんだ。ああ、なるほど。ああ、取るってことか。こういうことか。うん、抜くって。で、A ボタンを小指であえて押す。うん、はいはい。がちゃんと。で、順手で持ってる。ちゃんと自分で。ねえ、来た、抜いた。ここ動かせんだ。動かしてないでしょ。いや、動かしてるよ。おっきさんが動かしてる、明らかに。動かしてる。だって変な動きだもん。これ、天高く掲げる的な？ああ、なるほど。かっこ悪い。ゼルダの伝説。かっこ悪い。
剣の所在がつかめませんみたいな。女神の剣を手に入れた。神々しい光を帯びた神秘の剣だ。うん、何それ。キーン。マスターソードではないと。ファイ、何これ、承認完了しましたの。お、マスターとお前繋がってんじゃんか。なんだと。マイマスター、おきつ、え、私、あ、マイマスターになった。マスターになりました。はい、マスターおきつさん。はい、ファイのマスターになりました。はーってなってる。誰ゲブラ呼んだ。え、もしやと思うておったが、お前であったのか、おきつさん。なぜこの部屋、聖なる剣の間に現れると予言された若者は。予言通りというわけですな。ここは伝説の女神様が我ら人間のために残された部屋だと伝えられておる。限られた者に物見口伝にて受け継がれる言葉とともにな。その口伝とは。女神の剣、輝かし、輝きし時、大いなる災い、よみがえら。ああ、災いだわ。しかして恐れることなかれ、我導きし和光土、聖なる場にその姿現れ。和光土だわ。完全にそのままですね。数日前のことだ、長年密かにお守りしてきたその剣が、あわや光を帯び始めた。淡き光をね。淡きか。ごめん、その光を見たときには我が目を疑ったが、よもや己の代で予言が現実のものになろうとは夢にも思っておらなんだよ。みんなそうなんだよな。あ、なんで俺が蝶々の時に限ってみたいなね。そう、うん、口伝の通りだな。口伝を教えてくださいよ。うん、和光土を導きし者、剣よりいでり、そのもの幼き姿なれど万物の断りにたけし存在なり。お、この人のことね。この人だ。ファイね。うん、その句で信頼に頼むのありませんって言われて。間違ってるって。間違ってるって。欠落してるって。情報不足だって。マジで。じゃあ君は何者ぞ。そうだよね。導き剣の騎士はコード、女神に選ばれし強き魂の持ち主。強き魂の持ち主です。大いなる災いの鍵を晴らす定めを与えられた運命の子です。剣の精を携え、雲を越え、空を下り、巫女と共に強き光で大地を蘇らさん。ということですね。ということです。全然違いましたね。あ、ゼルダ、ついに大地に立つ日が来るわけですね。大地と呼ばれる場所のことが書かれているの。ゼルダが言ってた。言ってた。意味ありげに言ってた。マスターは我が創造主であられる女神様から託された使命を果たすため、そして巫女とゼルダ様と再び巡り合うため、遥かな地、雲海を越えたその向こうに広がる世界、大地に向かわねばなりませぬ。来た。落ちればいいんじゃないの。しかし我らにとって大地は禁断の世界、老いるためには眼下に広がる雲海を越えねばならん。雲海だが、あの雲は誰一人として通り抜けたことが叶わぬ。分かっちゃったよ。お、分かっちゃった。さっきそこに羽があったもん。なるほど。硬そうな羽が。硬そうだね。キラキラー、うん、将棋の駒みたいですね。なんかくれた。何これ。石板。それは地上へ。石板とか重たいのやめてくださいよ。道しるびが記されてんのね。台座にはめ込む。台座にはめ込む。あ、欲宝珠の石板。これまたなんとか宝珠がいっぱいあるぞ。これ。これ4分の1の大きさしかないもん。これは分かっちゃうよね。割れとるこれ。石板集めるぞ。これでいけるとこが増えていくパッティーんだな。マスター、うん、まずは部屋の奥に飾られている紋章にスカイウォードを当ててください。スカイウォードとは、先ほどマスターが剣を天井に向けて掲げられた時に刃に溜まった力のことです。力のことなの。そういうことなんだ。スカイウォードを貯めた後、紋章に向けて剣を振るのです。はぁ、もう貯めてる。早い近くに行ってからでしょ。これでしょ。これ溜めて、溜まってんの。溜めんの。これ溜まってん。上じゃない、もっと。で。うん、力を溜めなきゃいけないでしょ。力溜めるっつってたね。両手。あれ、どうやって溜めんの。 A ボタン。違う。溜まってんじゃないの。でもね、溜まってんじゃないの。これ溜まってんの。これ話してみよう。よもや、うん、何が起こるのか。
ジジイ何も知らんのか。あの子に喋ってみればいいんじゃない、うん、紋章にスカイボードを当て先ほどお渡しした石板をおはめください。天空に掲げた天空だからもう上に真上にってことでしょ。ふーん斜めになってんの。嘘だろうよ。これでいいんだよ。あ、来た。これだこれだこれだ。この位置だ。ふん来た。くるこの位置だ。この位置だぞ。なるほどね。そんなに高げな掲げなくてもいいのか。縦にすればいいんだな。そういうことだな。まっすぐ縦にすればいいんだ。うんうん。あ、この音楽は、え、聞いたことあるぞ。ティ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 ン。調べる。あーで、はめ、あーこれ、きた4つだ。全然足りねえ。絶対4つじゃん。全然足りねえ。あー、おおおおお、これででも道が開くんでしょ。そうだよね。一箇所、多分一箇所なんでしょ。うん、絶対そうだよ。あーほら4大陸とかあるんでしょ。でしょう。緑の大陸に行こうぜ。じゃあこれ緑だもんね。きた。マスターオキスさん。はい、マスターです。分解を超えられなかったのは女神様の結界によるもの。女神様が封印してた。ああ、その結界の一部が解かれたよ。はい、あなたをマスターとして認証しております。証人ね。証人ガオガイが好きなんでしょ、うん、今後はあれですね、十字の下ですね。ファイは常にその剣に宿り、うん、マスターと共にあります、うん、今後は下を押してお呼びください、うん、鳥さんと同じく下で呼べるの。そういう。わあ、いた。うお、入ったよ。おじさん、おいだろ、災いの鍵が何であるのか我にはわからん。だろうな。からん。しかし、お前とゼルダが重き運命を課せられていることに間違いはなかろう。なかろう。そのファイというものの言葉が誠であれば、ゼルダは生きている。生きている。生きて、あの子も定められた自分の運命と向かい合っておるはず。ミコ様、おぎずさんよ、運命に従えばお前の身に何が起こるのか想像もつかん。旅をしますよ。だが、それでも我が娘をゼルダを助けてやってくれまいか。決まってるじゃないですか。助けますよ。今ここで身にした奇跡、わしに信じさせてくれ。頼む、おぎずさん。ああ、嫌ですにしちゃった。気持ちはわかるけど、これはお前の運命なんで頼むよ、おぎさん。今日が最終回にはならない。今日最終回にはならない。ああ、そろそろ夜も明けよう。旅に出るにはその服では少々心もとなかろう。あれ、嫌だって言ったのに。言ったのにね。嫌だって言ったのに。祝いの服が届いてあったぞ。お、買収する気か。うん、おい、買収する気か。長い旅路でも大丈夫だから来てくれ。嫌だって言ったのに。いや、関係ない関係ない。あーあー、祝いの服もらっちゃった。おお、来たー。これは完全にみんなのよく知るゼルダの伝説の姿。マジか、来た。馴染み深い。それは今年の。あ、今年のなんだ。はあ、いつも違うのね。正直どうかと思った。そんなバカな。ああ、いやいや、不思議なほどな、似合っとるの、おじさんよ。そうでしょう、うん、スタジオの中では消えちゃうんですよ。消えちゃうんですよね。あ、凛々しいね。あ、完全に変わった。かっこいいね。リンクだ。気をつけて行ってくれ。旅支度を整えるんじゃぞ、町へ行ってな。ルピーいっぱいもらってるから。うん、実質で コメン故障を改めるとしよう。あれか、あ、伝説を紐解くのということね。いろいろ欠落してるって言われたから、うんうんうん、うん、口伝はダメだと。ダメだ、ね、文書に残せと。やっぱ正面に残したやつじゃないとね。うん、うん、女神様に祈っておると。祈っておるぞ、うん、マジか。嫌だって言ったんですけどね。道場に行けと。話を聞いてみてって。道場に行けと。道場、あ、なんか教えてくれんのかな、新しい技を。技を、技なのか。植え付きかな、下付きかな。なるほど。もうゴルピーない。上はでも、ジャンプした時とかができればね。ジャンプできるのかな。ジャンプでもその場でできないけど。あ、セバソンだ。セバソン、チクリア。セバソン、久しぶりだね。かっこいいね。かっこいいだろう。うん、旅に出るよ。うん、大したことできないのかい。え、なんでしょう。何を
なんでしょう。作った？うん。なんだろう、食料か。兄ちゃんの人形。うん、なんもねえ。お、冒険ポーチだー。なるほど。ありがとう。超有能。ベルトも通せる。超有能じゃん。はあ、4つまで道具入れる。そのサイズなら4つまで入れることができる。そのサイズっつった今。うん。でかいのとかちっちゃいのとか長いのとか短いのとかあるのか。ショップモールに行けばいろんなアイテム買えるから行ってみるといいよ。なるほどね。薬や盾なんかを買っていくときっと役に立つ。なるほど。盾カウパティンやつか。きっとゼルダを見つけ出してね。はい、分かった。なるほどね。セバスチャン、セバスチャンいいやつじゃん。俺には盾なんかいらない、切りつけるのみっていう遊び方もできちゃうの。できないことはないね、確かにね。ここから出てきたんだっけ。そういう教室的なやつだね。誰かいる？ん？あ、いた。ん？これ誰？見覚えないですね。クラネ。クラネ。うん。後頭部新規おめでとう。いや、記事になったんだよ。ん？そうだろう？うん。はい。帰ってくるって僕が連れ帰るんです。そうですよ。クラネさん。うん。謎の女神の剣を手に入れたからね。疲れてるぞ。校長の部屋。あれさっきでも、ギボラさん、自分のとこにいたから。まあ、この本を漁るんだね。紐解くんですね。うん、特にないか。あ、宝箱ぐらい置いといてくれよな。ファイトも会話できるよ。なるほど。ああ、そっかそっか。イエス、マスター。おお、プレイタイムとかアドバイスもらおうか。うん。あらすじヒント噂。ヒントくれ。うん。何のヒントだろう。いきなりヒント。あ、四学校。四学校。はあ、ゼルダ姫の部屋には入れないと。クラネの部屋には入れ。クラネの部屋は入れんだ。入れた。うん。あ、すごい、なんか、っていうか、そこ開いてんだけど。どこ？隣の部屋に見えちゃうけど。あ、本当だ。なんで？誰の部屋なんだろう。休む？時間が変わるんだ。そうだね。ほうほう。いきなりクラネの部屋で寝てたらびっくりするだろうから。割とやばいね。他人のタンスを無断で開けるものじゃない。せやな。そうだわ。開けてから言うなよな。そう、開ける前の注意だろそれ。こうなると、うん、他の部屋を開けちゃダメだって思うかもしれないですけど、うん、僕はホーネル先生の部屋のタンスを開けますよ、うん、ちょっと可愛いもの置いてます、ね、ちょっとなんか置いてあるね、人形が。ホーネル先生。あ、みーちゃん。みーちゃんだ。はあ、やり始め、うん、ミーノちゃんの世話を飼ってみた。あれ、さっきのじゃミーちゃんじゃなかったの。ミーちゃん、これミーちゃんだよね。え、なんなの、あのミーちゃん。何じゃ、夜ミーちゃん。夜ミーちゃん。夜ミーちゃんなの、あれ。それミーちゃんのさ、なんかさ、遊び場みたいなのあるよ。トイレでしょ。あ、違う、その左。そうそうそう、ミーちゃんタワー。ミーちゃんタワー。はい、トイレ。あ、ついてくる。ついてくる。ついてくるね。これなんだ。こう、おもちゃ。そう、おもちゃだね。あ、みーちゃんじゃらしが左側にあった。みーちゃんじゃらし。取れないとは思うけど、机の上。ほら。あ、あるね。あー、これみーちゃんじゃらしやれたら面白かったね。みーちゃん投げられるから、それで十分じゃないか。部屋から連れ出さない。多分できないんでしょうね。うん、そう、ゼルの。ああ、それが入れないっつったやつ。鍵閉まった。あ、この人だ。いやあ、うん、あ、先輩は去年黄色を買ったの。そういうこと。そういうことだね。うん、じゃあ来年は青とか赤だね。その可能性ありますね。うんうん、でそこのなんか鉄扉みたいなやつを、うん、ああ、スカイロフト地図。北女神像、南広場、東居住区、うん、西、うんうん、西に行かないと。西に。それで、あ、それ左になんか鉄扉ってある。これ、お風呂場。お風呂場？朝から風呂に入るものではない。お風呂場が。そんな覗けるわけないでしょ。ああ、水辺って言ってたのこれか。先週。水辺？先週なんか、うん、水たまりがあるって言ってたじゃない。水たまりって言ったっけ？マップ見たときに。ああ。あったね、食堂探して。はいはいはい、あった。これルピー出ないかな。それは無理なんだ。そっちはいけんだね。
お風呂なのね。なるほど、すげえなこれ、水出てるところ。かけ流しです。もうかけ流しだね、源泉かけ流し的な。なんか詰まってる、なんか詰まってる。誰かの荷物なのか。お風呂よこれで。あ、バレたバレたって。とりあえず騎士学校に行って、はいはいはい、西、うん、あ、光ってんぞあれ。光ってんな、明らかに光ってんな、明らかに光ってる北、うん、西、今が西にいたんじゃない。あそこか、あのこの下か。あ、はいはいはい、その訓練の訓練場か。うん、なんか裏怪しい。この花って何かあるんですか。あ、ないな、ないない。じゃあ先生、教官のとこに行ってみましょうか。先生、うん、ほら旅さ行くだ先生、うん、うん、心配です。心配だね。スカイロフトの技者ではない、選ばれし者だけが持てる古の神器。すげえな。そいつを持つようになった戦いきさつを考えれば大体の察しはつく。大体察しつく人だ盾を手に入れてここへ来る。なるほど、守りの奥義。あ、だからショップ行って盾を買ってこいと。ただショップがどこなのか。まあマップ見て、あれマップで何でもいいんだっけ。やってないか分かんないし。見回す。違う、ヘルプ、違うな、違う、違うな違うな。まあ確かね、どこだっけな、南だった気もするな。マイナスボタンだって。マイナス、はいはい。あ、まあ真ん中のあの多分そこの俺、あ、ショップモール、俺だ、ショップモール、うん、それだ。もうちょっとだね。じゃちょうどそこ抜けて、ほんまかいな。でそこの、ああでもなんか話してる。アオル先生、アオル先生、うん、探しに行くよ。はい、行くよ。地面でしょ、大地って。そうだよね、やっぱ盾を。やっぱ盾、あー盾くれたじゃん。え、おお、マジか。ちょっとしょぼい。まだ木製の盾ですね。盾の中でも一番弱い盾、うんうん、火にも弱いぞ。あー、そうね。意外と簡単に壊れるんじゃなかろうなR を押しながら使う盾を選んでから R を離せば、うん、それできる。ほーん、騎士長の先生教えてもらう。これでね、守りの奥義を手に入れるって言ったから。おー、なるほど、これだ。あー、これで装備してる状態、装備中。うん、で、多分、うん、うん、そうね、その状態が。で、火吐いてくるやつとかは盾じゃない。そう、これでガードしちゃうと盾がぶっ壊れちゃうから。小壺、うおー、カブトムシじゃなくてクワガタだ。ええ今クワガタ上にいる。あ、でも虫網がないからダメ。なんてこと。これで拾えない、拾えないのか。死んじゃった。なにそんな悲しそうな声で泣くんだよ虫取り網を買おう。虫取り網が多分またショップにあるんじゃないかな。ね、あるって先週聞いたぞ、うん、そうそうそう、そこ入っちゃダメじゃない。ここ虫取りじゃないの、ショップモールじゃん。あ、ここ岸川こ全然まだ進んでないっすよ。あ、いた、いじめっ子。うん、君は暴れなかったのかい。そういや、そうだな、しょうがないね、うん、いたずらするから。で、コッペペペコッペペペコ、これで上に登るか、手前かな。あれは、ん、あっちは何だ。あっちショッピングモール、ショッピングモール行くんじゃないの。光の柱はここから南の方向に出現、その柱の方向に大地へつながる穴があるという、うん、なるほど、推測されます。剣のみで盾や薬、薬を買わないと。はいはい、まあ、盾は今手に入ったから。あ、ほら剣道場先行くんじゃないの。なんで。え、ほら守りの奥義を教えてくれる。いや、買いたいんじゃよ先に買いたいんじゃよここ、なるほどね。ここショッピングモールじゃないの。こ、真ん中がショッピングモールだから、多分これかな。ちょっと派手だもんね。うん、デグで、おー、ショップモールダブ、ノリノリだな。ヘルプ見れるんだな。ヘルプ見るぞ。接続だな。右な、右のボタンな。簡単寝るに限るわよ。ベッドがあればどこでも寝れるんじゃ。誰のベッドでも寝れるのか。それだけでもまあ気にすんな。ほう、昼と夜で変わる。ほう、ベッド寝とるいろんな一面が見えて面白いぞ。もうなるほど。
ね。見に来たい頃合い。これは、ね、暴れるみーちゃんの見れ夜何してるか分かるってこと。あとお腰をかけて、うん、今日もいい夜になったわ。え？だけかな。食事もできるのかいここ。あの味見してるそのなんだお玉でそのまま入れてるから大変なの。お、ジャンクジャンク。ジャンク屋だぜ。さては改造もできるぜ。何それ。修理はまあ今まだやってないから改造。タップでいやでもこれだけだ。さて。さて改造。うん。硬い。昨日だって。ああ琥珀の曲がた曲がたない。ほう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 。それをが手に入ってくると敵を倒して、うん、アイテムを手に入れて、うん、ルピーで払って改造すると。ああなるほどね。なるほど硬くなるのね。なんでやめんのかやったけど。曲がた曲が足りんのじゃよ。曲がた曲はまだなんだか何が手に入るか分かんないもんね。お暇そうよ。はーい。預かり屋。預けられるわよ。いいです。やかし勘弁なんだけど預ける人があんまいないのかね。おーわー商売人ですね。よくそこでくださいまして。とてなんでも道具屋でございます。はい、ごゆるりとご覧ください。よしよし。なんでもいいっすよ。わからない。うん、はい、ご説明いたしますね。商品の前に立っていただいてボタンを押していただけますか。商品手に取ってみてください。そして買うかどうか選んでくださいね。盾はもらった。盾もらった。あ、これが売り物ですね。そうですね。それ爆弾だな。あ、それで弓矢か。あはは、教えてください。爆弾袋お持ちでない方は運営できないですよ。爆弾袋を手に入れてきてくださいね。いや、もし弓持ってない人は、いや、私もしょうがないんで。なるほど、はい、これは？あ、これはね、あ、残念ですけどパチンコ持ってないんで、だ全然ダメですよ、あなたね。弾だけ売ってんの、ここ、うん、そういうことですね。薬はない。いろいろ手に入れてから、はい、お願いします。これは薬？これ関係ないですよ。それただの花瓶というか、葉っぱだね。あとついてくるね。すげえついてくんな。すぐ売ろうとするくせに。残念ですね。いろいろ手に入れてから。あ、これが薬ですね。おお、色とりどりどりの。イカしたお兄さん。マンダさん。うん、薬屋です。飲めばハートが復活。端くれです。うん、買っておいて。うん。あら？ん？空き瓶持ってない。空き瓶ないとね、薬入れらんないのよ。なんも買えんやん。薬以外にもいろいろね入れれるんだけどね。あ、くれた。まあしょうがない、最初だけはサービスよ。うん、うん、刀剣ポーチに入る。はい、物が持てないぐらいたくさんアイテムを入れた場合は預かり屋さんに。うん、うん、今4つまでしか持てないって言ってるから。これなんだこれ。それが大体赤いね。色によって違うね。リカバオール。はい、盾を直す。あ、そんなのあんだ。ハートも4つ回復する。30ルピー。へえ、一旦ね。うん、味は保証できないのがある。これは、うん、無敵キング。秋から放送。秋から無敵キングが始まります。無敵キングの YouTube チャンネルも登録お願いします。自信がないんだ。おい、高っ。で、一定時間無敵になるからってやつか。無敵キングには僕はまだまだ、はいはい、青。これはまだ開発中。で、赤、ハート、これでしょ。8つね。一回待とうか。一回緑見たいね。もう全部冷やかしだよ。あ、隣すげえ、すっげえ見てる人がいる。絶対占ってる。すっげえ見てる人がいる。絶対占いババア。ジジイ。あ、ガンダリゲージが減らなくなる。まだできてない。あ、じゃあ赤い薬か。ハート一択でーす、はい。ハートは1個買っといた方がいいな。8だから今6個だっけ。確か全開になる。くむんだくむんだくむんだハート。うん、いやいや、どう薬をパワーアップするときは隣の主人のところで。この人主人。おう、パワーアップ。よっしゃ、よっきく薬屋にようこそ。調合できますよ。お願い。調合できんの。薬と薬を、うん、薬の中でこちらが調合できます。これまたアイテムがいるんじゃない？ですね、多分。薬食い！ホーリーアゲハ。フィラクレスカブト。マグテント。あ、これそのための昆虫たち。そうだわ。虫で薬作ってんのか。後ろに子がいるね。なるほどね。じゃあ虫網絶対手に入れなきゃダメだ。
虫網なんだ。売ってるって言ってたよ。でもそうなんだよね、うん、どこに売ってんだろう。あ、目が怖い、目が怖い見えてるよこの人。本当にすげえな、目見えてる。うん、1ルピーで占ってくれる。ああ、いいんじゃない、1回ぐらい。お願い。いや、久しぶりの客じゃわい。ああ、いやいや、腕はいいんじゃよ。ほんとこのつぶらな瞳にかけて自分で言っちゃった。さあ、それじゃあ占ってしんせよ。何よ。ママ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 。そんななの。ほいほいほら、ほいほいほいっさね。出たぞよ、出たぞよ。お主のこれから行くところは鬱蒼と茂った木、緑がなんか関係してそうじゃって、木がいっぱいじゃ、うん、木がいっぱい。じゃから木の盾とか買っていけばいいんじゃないかの。あとはお主は青にサイト出とるから赤い薬とか買ってがそこそこ頑張れるんじゃないのか。なるほどね。今のところはこんなところじゃ、また道に迷ったら来るわよ。頑張る。あれ、虫網がどこにあるんだろうな。まだなのかな。今んとこでも他見せないよ。なさそうですよ。わ、しょんぼりしてんの。あ、すげえしょ。こんだけ離れるとすげえしょんぼりなる。なるほどね。お客がいないからか。そこ、あ、もうここだ。あ、近いからね。あ、しょんぼりした。そのさ、占い屋のさ、左側っていうのは、なんもいないのか。あ、いないのか。なんか人がいるかと思ったらいないんだけど。商屋。ここ、後から商人増えんじゃねえかな。そんな気がする。着替えできる。虫取り網ないじゃん。ないね。ないじゃん。おお、まだっぽいね。この奥は？この奥から来た？あ、宝箱だ。え？マスター興津さん。はい。古代女神様が後の勇者のために残した遺物との情報が。ほう。ほう。じゃあ気兼ねなく開けていいんだね。そういうことか。あ、情報が欠如されている。まあ、叩き切ればいいじゃん。開かないんだ。剣を出せないのか、店の中だから。お、お、あれ、お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 、これ鍛冶屋だぞ、絶対。絶対鍛冶屋後から来るぞ、これ。自分でやるんじゃない、待ってる。あ、これ後ろから話しかけると鍛冶屋になるとかじゃないよね、あの人。ありそう。あ、ではない、行かない。お、お、え、え、え、 RS301S サルボ。何それ。この道具喋るんか。え、こいつ喋るんか。RS301S サルボ。だんだん治ってくのかな。え、マジで。そこのおっちゃんが鍛冶屋ですよ。え、あ、じゃああれ表から、あれさっきあれ鍛冶屋だったっけ、こいつ。表から話しかければ修理はしてくれるけど、ここで、ああ、そっかそっか、自分で勝手にやれよっていうとか。そのうちだんだんやっぱ増えてくんでしょうね。ジャンク屋、はい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 、はい、あ、改造だから地味。そういいです、うん、サルボって何ですか、後ろに。サルボ分かんないね。で、謎の宝箱がある。だから俺らがここにお金を落とせば落とすほどサルボに投入されていくんじゃない、お金が。ああ、なるほど、うん、これで剣道場かしたら、網はないんだったら。もう迷子だけど。逆ですね。何はそんな覚えてるんですか。いや、あ、た、うん、たぶん誰誰誰誰、たこ揚げしてんの、あれ、これもいじめっこしたっけ。いやいや、違う違う、あ、違うか。優勝したよ、うん、ゼルダがいなくなっちゃったんだ、うんうん、こいつはモブだな。モブだね。モブだね。モブじゃないかもしれないじゃないか。そこの…の下。違う、違う、違う。寄宿舎の横だから…ハートがある。ハート6個か。もうぐるぐる回してみんなを酔わせてやる。そっちじゃないな。逆だな。ここから行っちゃうもんね、もうね。そうそうそう。奥の、それ多分登って寄宿舎でしょ。あそこに。あ、宝箱あるけど、いやーこれは無理。じゃあ行けんの。あ、そっから行けるか。鳥呼べばいいのか。鳥呼んであそこにでも降りられんの。行けるんじゃない。やってみるか。え、あれか、あれだ。なんで問い分かんない、呼ばなかったの。わ、ずーっと落ち続けられるぞ。そういうことでしょ。で、雲に入るとほら、救出されちゃうから。本当に呼ぶのでやってくる。救出されちゃうから。そうだね。え、どこだ。今の下でしょ、下。もうちょっと。いや、だいぶ落ちたよ。そこの、あ、ほら、あそこの小島。そこの、落とした、落とした。ダイビング、この辺。これで、あー、これでうまいこと。あれ、パラシュートってどうやって
今開くって出た、ね、ある。あれどうやってやるんだろう。このまま行って、いやこっちじゃない、こっちじゃないの、そこの右ですね。ん、で一回落ちてもらって、ここだと左ね、うん、そうそうそう、そこそこそこ、それそれ左、うん、走ってって、おいパラシュートで、あでもそのまま行けんだ。あーオッケーオッケーオッケー、天才二重ループ、あいや開かないのか、開かないやつだこれ。でもここだと剣いけるから、剣やってみれば。あの上に掲げてさ、ディ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 ーン、そうそう、これでどうだ。あーダメかー、でもなんかすげえの出た、真空波みたいなの出た。あれだ、体力いっぱいだから。なるほど、あっちから登れるな。あそうね、ここは戻れるんだ。どっちで行ったの。うそん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 、いや余計をしなければいけたのに今。これは多分戻るってやると自動的に、ああ、なんだあそこ、なんかいろいろやりたいことがいっぱいあるんだこれ。うわー広いぜ、これはやばいな。で着地すれば多分、あそうダイビングするとさっきのところに勝手に落ちるんじゃないかな。はいはいはい、ボン、はいはい、オッケーオッケー。さあこれで宿舎だな。どこだどこだ、基本ここは左沿い、左手沿いに行けば、これなんだ、入れない、虫がいっぱいよね、え取りたいけどね。これなんだっけ、これ入ったっけな、入ってないかな、これなんだろう、どうだ、これ誰かの家か、自分家、いや自分家じゃないな、自分家だって寄宿舎でしょ。そっか、うん、寝れるよ。寝れるのはどこでも寝れるんだろう、他人のタンス。やっぱり怒られるんだな。1000センチ誰かの家なのは間違いないけど、分かんないね。まだこれからですかね、うん、かも。そうベッドさえあれば寝れるんですよこのゲームね。これ右ですね、どこでも寝れるのは大事よね、うん、であの西が岸学校だもんね。そうそうそう、分かったよ、ちゃんと行くよ。これ右行って、これだ、違う、あ、それ入っちゃう、こっちだ、そうそうそう、お、覚えでした。てっけってけってけってけ、剣道場、盾の奥義ってなんだろうな。それはシールドバッシュとパリーじゃないですか。あー、なるほど、パリーか。ねえ、先生、うん、もらっちゃったんよ。基礎編だ。では防ぐね、構える、うん、縦を下ろすには剣を振るか B で剣をしまえばいい、うんうん、縦でガードしているときに剣を振るとガードがオフ。なるほどね、気をつけろ、はいはい、まずはこれがつける、うん、はい、これ今縦ですね、うん、やった、応用編を、うん、はい、応用編、はい、攻撃してくれ来るのに合わせて縦を構える、うん、その勢いで敵の攻撃を弾き返すこと、ほうほうほう、縦アタックと呼ぶこの技を使えば敵をひるませて攻撃の隙を作ることができるんじゃ。なるほどね、この技は飛び道具を使う敵や隙のない攻撃を仕掛けてくる敵との戦いには非常に有効だ、うん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 、飛び道具にも有効、実戦での縦ガードにはシビアのタイミングが要求されるからな、練習するんだ、うまい、丸太、あーこれか、これだ、あーそれがそれなんだ、そういえば使ってないこれね、縦アタックで弾き返すのじゃ。ほほ、まずは剣で叩いて、剣を叩いて、おおおおおお、あ惜しい、はいはい、え、そんでこれを何回もやればいいの。まあ単純にこういうものですよっていうものだと思うから。いやー、みぞおちにもろくらったぞ。多分これで OK だと思う。こういうことですか、こういうことだなっていう、うん、いやもう大丈夫です、あ終わりましたね、やめます、単純にまあ練習できるってだけか。じゃあもうこれで、これでやり方分かったんだったら多分、じゃあ緑の光のところ行こうぜ、行こうかい、まあ網がまだいけないんだったら確かに、あの光ってる方行こう、うん、うんうんうん、
おみくおるつったな。おい、これで、あそこの光に、ね、疲れてあそこだ。これも気になるんですけどね、この風車。絶対風を当てて風車をみたいなやつだと思う。あ、なんか来た、引き出し出てる。出た。え、いいでよ。お、テリーのお店が来たぞ。テリー、ぶら下がっている鐘を何かで鳴らせば店に入れる。なるほど。飛び道具でもなきゃ無理だ。なるほど。弓手に入れろやつだな。いつになるんじゃ。いや、まあまあ最初だからまだでしょ。弓かゼルダって言うんだったらフックショットかですね。これで会えんじゃないの？この人の子じゃないの？違う、この人違う。違う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 。いたわ。うん、光の道じゃ。うん、わし？うん、おじきお嬢じゃから飲む。そんな高いんかよ、ここ。うん、よっ。あそこに行くんだ。そういうことだね。飛んで、ロフトバードで飛んでいくんだ。うん。で、来たね。ここからの店上に行って、どこに、どこのこと言ってた？ん？テリーの店はどこにある？あ、え？どっかになんか弓当てるみたいなこと言ってたから。金鳴らせっつって。あ、金か。うん。それがどこか、ちょっと、まあどっちみち今行けないかいいんじゃない？行ってみっか。で、ちょっと待って。何を何何止めて止めて一回止めて止める。なんかスタートボタン。はい、はい、休憩です。なんじゃいだってなんじゃい1時間経ったのよ。なんじゃい1時間経ったのよ。じゃあ休憩だそうです。はいちょっとね、はい、ちゃんと休憩入れていかないとね。はいはい。あと何かあるよって言っていく。これからこれからだけど、うん、うん、飛び込んでからがいいんじゃない。まあ休みましょうか。じゃあ、はい、ね、2分だとさすがにあれだから、まあ中途半端になっちゃうけど3分ぐらいから開始します。はーい、 はい、ですので皆さん、ちょっとだけトイレ休憩とかをしていただいて3分ぐらいには戻っておいてください。にゃん。